アイアンブリッジとは、イングランド中西部、シュロップシャー州のアイアンブリッジ峡国において、集落アイアンブリッジからセバーン川に架けられた、全長約60メートルの橋で、世界初の中鉄製のアーチ橋である。コールブルックデール橋とも呼ばれる。1779年に建築され、1781年に開通した。アイアンブリッジは、建築家。 トーマス・プリチャードによって設計され、製鉄業者、エイブラハム・ダービーによって施行された。橋は、もともとは、鉄や石炭、石灰石を川の対岸へ輸送するために、使用されていた。現在では歩行者だけが橋を渡れる。イギリス指定建造物の、第一級指定建築物に指定されている。1986年、アイアンブリッジを含むアイアンブリッジ峡谷は、 ユネスコによって世界遺産に登録された。上空から見たアイアンブリッジ1709年にエイブラハムダービー一世がコールブルックデールで産出された石炭から製造されたコークスを用いて製鉄を始めた。燃料が地元の鉱山から安価に入手できたため、その後数十年間シュロップシャーは産業の中心地となった。セバーン川は重要な貿易路であったが、 アイアンブリッジ峡谷では往来の妨げとなっており、最寄りの橋は2マイル離れたビルドワッスにあった。船が頻繁に川を往来し峡谷の斜面が急であったことから、橋は橋脚のない短形間の橋が理想であり、聖高の船が往来できるよう十分な高さを確保する必要があった。斜面が急かつ不安定であることが橋を建設する上で問題であり、川の対岸には 道が集まる場所がなかった。アイアンブリッジは最初に建設された鉄橋とされるがそうではない。1755年にはリヨンで鉄橋が一部建設されたがコスト面の理由から建設が放棄されており、1769年にはヨークシャーで装飾用の水路をまたぐ歩道橋が建設された。ありがとうございます。